塚川市立第一中学校は福島県塚川市稲荷町にある市立中学校。略称はスイッチ中。教育目標として知性、友愛、健康の3つを掲げる。2011年10月22日に開催された全日本吹奏楽コンクール中学の部に吹奏楽部が初出場指導賞を獲得した。 2003年10月18日、2年の男子生徒が、柔道の部活動中に足を痛めて休んでいた1年の女子生徒に払い腰をかけ、相当程度の強さで数回投げた。その後説教している時に、女子生徒が急性硬膜下血腫で倒れ意識不明の重体となる。学校側は本来実施すべきである、聞き取り調査を行わず、女子生徒には持病があり、今回の事件は、 それが原因で起きたものである。練習自体に問題はなかったと保護者に対し説明を行う。また学校側が市の教育委員会に提出した報告書には生徒の親が柔道部や学校の責任ではなく部員や先生方に心配をかけて申し訳ないと実際にはなかった会話が記されていた。女子生徒の両親は顧問と副顧問を刑事告訴したが、 不起訴処分となる。市、県、男子生徒に損害賠償を求めた訴訟では、首と県に約1億5600万円、男子生徒についても暴行の事実を認めし、県と共に330万円の支払いを命じた。その後市は、遅延損害金を含めた損害賠償金1億7838万円余りを支払った。 市教育委員会による再検証報告書では男子生徒が女子生徒に技をかけたことや大声で注意していたことが明らかになった。また受け身の技能が未熟な女子生徒が1ヶ月前に頭部打撲で入院した後も練習における配慮がされなかったことや顧問の立ち会いがなかったことが指摘されている。なお、女子生徒に対するいじめはなかったとされている。テレビ朝日。 スーパーモーニング取材クルー、被害者の母、インスース香川チ中柔道部、少女渋滞裁判現当者、2009年6月25日、ISBN 978から43億4401万6880、蒸気事件について、学校の対応と裁判を扱った書籍、ありがとうございます。